4月1日から運用が始まった24時間365日休むことなく機能する最新の高機能消防指令センターについて紹介します。明石市消防局では災害発生時には迅速・的確な消防・救急・救助などが行えるように日々活動しています。明石市消防局は消防局と消防署6つの分署から構成され、24時間365日体制で活動しています。明石市消防局の職員は2024年3月現在で249人、消防車・救急車などの緊急車両は49台あり、市民の安全・安心を守っています。最新の高機能消防指令センターは多様な緊急受付体制の確立、現場到着時間の短縮、障害に強い機器構成による安定稼働、現場活動支援の強化や関係機関等の連携強化など、災害活動体制の充実強化を図っています。ここからは明石市消防局の坪内さんにお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今はですね、指令センターの中に来ているんですが、はい、すごいかっこいいですよね。最近新しくなったということで。はい、そうです。で、一番目に入るのがこの4つの画面なんですが、はい、この説明していただけますか。はい、わかりました。こちらは指令台となります。119番通報を受付する装置です。指令台は1台につき4画面のモニターを使用する構成となっておりまして、それぞれの役割に応じたモニターを駆使しながら、119番通報の受付から出動の指令、消防車や救急車との通信を行います。こちらの画面、街の様子が映し出されていますが、はい、一体これは何なんですか。こちらは高所監視装置になります。市ヶ谷公園の横にある中部排水場の排水塔の上に市内を一望できる高所監視カメラを設置しています。このカメラは火災出動と連動し、災害地点を向くように設定されていまして、指令センターから即座に火災の状況を確認することができます。確認できた状況により出動隊の台数を増やしたり、指令センターから出動する消防隊に火災や煙の状況を伝達します。前にあります大きな10面のスクリーンについて教えてください。はい、これは大型の表示板になります。このディスプレイは10面で構成されており、多様な情報を災害の状況に応じて切り替えて表示することが可能となっています。また災害現場の映像や市内を一望できる高所監視カメラの映像を映すことも可能で、司令管制業務をする上で重要な情報を司令センター内で共有することができます。こちらの画面には地図が映っていますが、これは何なんですか。はい、これはデモ機になるんですが、車両運用端末装置といいます。消防車や救急車などの緊急車両に設置されている装置です。これは一般の車に設置されているカーナビゲーションのような機器で、災害があった場合はこの装置の地図上に災害点を表示させることができ、この地図を確認して消防隊・救急隊は現場に向かいます。またこの装置で常に緊急車両の位置や出動が可能かどうかを把握することができるので、どの場所にいても災害現場から最も近くにいる緊急車両が選ばれるようになっています。最新機器が揃ってもやはり市民の安全・安心を守るのは人。日頃から訓練を積む消防職員が24時間365日体制で最新の機器を駆使し守っています。明石市内では昨年1年間で25,876件の119番通報があり、その中で19,577件出動しています。ここからは明石市消防局の川西さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあ、この取材をさせていただいている中でも、はい、かなりの通報が鳴ってますよね。はい、皆さんこの4画面で対応されているんですが、はい、通報からの流れを教えていただけますか。はい、まず通報者の方が119番へ通報されると、指令センターへ入電し、指令台で受付をします。指令員はまずは
火災なのか救急なのかを確認し、その後に災害が発生している住所を確認します。火事や救助事案の場合は通報を聞きながら、この地点で出動する隊に向けて予告指令というものを消防署へ放送します。この予告指令は本指令を放送する前に事前に放送する指令で、これにより出動する隊がいち早く準備に取り掛かることができます。指令員は最初に住所をお聞きした地点で消防隊、救急隊に出動指令をかけて現場へ向かわせておりますので、落ち着いて指令員に情報を伝えていただきますようお願いいたします。予告指令とほぼ同時に災害に応じた出動隊が自動で選定されます。この出動隊は災害現場に近い隊から順に自動で選ばれる仕組みになっています。出動指令を出すと出動隊が確認するための指令書が印刷されます。出動隊はこの指令書で現場を確認します。消防車や救急車に車載されている車両運用端末装置は指令センターと連動しており、災害発生地点の地図やその付近の消火栓の情報を表示させることができます。この機器を確認しながら消防車や救急車は現場へ向かいます。出動隊が現場到着した後は出動隊と連携しながら関係機関へ連絡や出動隊から送られる現場映像を確認し、災害に応じた出動隊の増隊や活動支援を実施します。地震や台風など大規模な災害時は119番通報が増えることが想定できます。今は5隻ほどとなっているんですが、大規模災害の時はどうなるんですか？はい、明石消防の情報指令センターでは、通常の119番通報は5台で運用しているんですが、大規模災害の時は多数の119番が入ってきますので、その場合は指令員を増員し、指令台1台につき4画面のモニターを2つに分割し、1台2画面での対応に切り替えることにより最大10台で119番通報を受付することが可能になります。休むことなく動き続ける指令センター。そんな中で働く人たちの裏側を少し覗いてみます。ここからは裏側について明石市消防局の上林さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ここは仮眠室なんですか？はい、こちらが司令員の仮眠室になります。夜間は交代しながら仮眠を取るんですが、仮眠中でも同時に複数の119番が入ったり、大きな災害が起こった場合には勤務している司令員から応援要請の呼び出しが鳴りますので、すぐに司令センターへ駆けつけます。ここでは皆さんお食事をされていますが、こちらは、はい、こちらは4階の食堂になります。3階の現場対応と4階の司令用にそれぞれ食堂があります。この場所で交代で食事を取るんですけれども、食事中でも勤務中の司令員から応援要請の呼び出しが鳴れば、すぐに司令センターへ駆けつけます。このように仮眠室も食堂も司令センターのすぐ近くにあるので、休んでいる時でも何かあれば急いで駆けつけて指令対応します。機器が進化し、より安全に安心して暮らせる街になっています。そこにはその機器に対応し常に訓練をする消防職員がいます。最新の機器による活動体制の支援は大変重要なんだなということが分かりました。でもそれを使いこなし万全な体制にするためには、消防職員さんの日々の訓練も大切なんだなと改めて感じることができました。それでは最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、119番に病院を教えてほしいという問い合わせがよくあります。119番通報は消防車や救急車を呼ぶための緊急回線となっておりますので、基本的に病院の案内は実施していません。病院の案内をご希望の場合は、
消防の代表電話にかけていただきますようお願い申し上げます。明石市消防局消防指令センターでは、あらゆる災害から市民の皆様の生命・財産を守るため、24時間365日体制で活動しています。新しくなった指令センターの最新の機器を駆使しまして、万全の体制で一時休番を受けたいと思います。市民の皆さんのご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。